結末に賛否両論、水気の行動は何がおかしい海の始まり、最終話考察。すべての答えとなる弥生の言葉とは目黒蓮主演の月級ドラマ、海の始まり、富士テレビ系。最終話は、水気、古川琴音への気持ちのずれから衝突してしまった夏、目黒蓮、と海、泉谷聖奈の心が再び一つになり、 共に前を向いて歩く姿が描かれた。一方で、やよい、有村架純み、安の心情にも注目が寄せられた。文、野原まりこ、あらすじキャスト解説考察評価。写真、目黒蓮に涙、貴重な未公開カットはこちら。海の始まり、劇中写真一覧。海の始まり、最終回は、ハッピーエンド夏くんへ。 と題した最終話では、夏、目黒蓮と海、泉谷聖奈が水気、古川琴音との思い出の海岸で海の始まりに思いを馳せる感動の終焉が描かれた。水気が夏に宛てた手紙には、海の成長を見守ってほしいという胸が記されており、夏はその期待に依れて、海の父親になることを選んだ。この結末は、一見ハッピーエンドのように見える。 ところが、この水木の手紙の是非について議論が巻き起こっている。元踊り時、夏には海のことを知らせずに一人で子育てしていた水木だったが、自分の病気から海の先行きを暗示、一度は海を連れて夏のアパートを訪れたことがあった。しかし、現彼女の弥生、有村かすみといるのを目撃し、直接顔を合わせることはなかった。そして、死の間際に、 夏と弥生に手紙を残したのだ。夏に知らせなかったことも、死ぬまで夏と会おうとしなかったことも、そして手紙を託したことも、身も蓋もない言い方をすれば、すべては水気の一方的な行動だ。水気に対して自分勝手すぎる、共感できない、という声が寄せられるのも、もっともだと思う。しかし、海の始まりの結末は、 あくまでもこれからも続く人生の通過点だ。夏の休日出勤のピンチヒッターとして訪れた弥生が帰り際にパパ頑張ってるね。自信ついたと尋ねる。うーんとぼんやり返す夏に弥生ははいかいいえで答えられることなんてないかと話す。この言葉にすべてが詰まっていると筆者は感じるのだ。会の始まりがはっきりしないのと同じように。 人間の感情は白黒はっきりつけられるものではない。